はい、レザーシジャニーのニコです。こんばんは。レザークラ、レザークラフトやってますか？今日はね、また厳しいんかな、厳しくないと思うんですけど、一応この動画はね、皆さんにそのレザークラフトを趣味でやってはるやむるのもいいけど、こうできたら副業に、してほしいなと思って配信してるんで、ちょっと厳しいかもしれないですけど、僕が思ったことを伝えていこうと思ってるんで、ご了承ください。今日はね、レザークラフトに向かない人っていう、お話をしようかなと思ってます。耳が痛い人はこの辺で消してもらってもいいです。はい、まあ趣味でやる分にはほんまに何でもいいですよ。趣味でやるんやったら別にね、むくむかんとか関係ないと思うんですよね。ただここから副業にしていこうと思ってはる人は、こういう人はちょっとね向かないんで、僕もね、もしかしたらそういう癖はあったんですよ。ただ僕はこの長いこと時間かけて直して、ようやく今に至るって感じなんで、直すことはできるんで、これを今聞いてもらって、もしそうかもしれんなって思いはる人は、直すように、心構えを、していったらいいんじゃないかなという意味もあります。はい、まず一つはね、飽き性な人。これはもう普通に何でもダメやと思うんですけど、レザークラフトってね、飽き性じゃ続かないんですよ。形にすんのって結構ねすぐできるじゃないですか、レザークラフトって。でね、まあ飽き性な人はレザークラフトしんのかな。レザークラフトってめちゃくちゃね、奥深いと思うんですよね。僕がねよく言われたんはね、手染めじゃないですか。なんで手染めやってんのって。もう10年以上前ですけどね、手染めやってて、そんな時間かかるようなことやってて、そのなかなかね金額も高くなるんで、大変じゃないって言われてたんですよ。色付きの革でその財布とか作る子らに言われてたんですけど、僕はね逆やったんですよね。この前のお話したように、みんなと同じようなもん作るんややったんですよ。だって飽きるんで。なので手染めってやっぱりね、一個一個その時その時の色合いがちゃうんで、同じことやってても色合いがちゃうかったりするんで、革の良し悪しもあるし。なので僕はね、自分の中で飽きたくないんで、型紙も作らず、型紙は作る、もう肩とかを作らず全部手でやるっていう、縫うのもそうやし、色染めるのもそうやし、仕上げもそう、全部手でやるって。工場もああいう機械ビットとかあんまり使わんと、その手で仕上げるっていう。ほんならやっぱりね、飽きることないんですよね。僕自身はね飽き性なんですよ結構。でもレザークラフトに関しては飽きないんですよね。やっぱり奥深い、その手をかければかけるほど、手を使えば使うほど飽きるっていうことはないんですよね、奥深いなと思うんで。でこれがね、手使えへんようになって機械を使い出すと、やっぱりね作業になるんで、それは多分飽きると思うんですよね。作業になったらやっぱりお金とのねバランスだけじゃないですか。それじゃあ僕レザークラフトやってる意味がないなと思って、まあ飽き性な人は多分レザークラフト向かないと思います。だってね、そんな儲かることないんで。はい、で次はね、メンタル弱い人。メンタル弱い人は多分無理っすよ。ここ結構重要っすよ。やっぱり革買う人ってね、変わりも多いじゃないですか。作ってる人も変わりも多いし、変わりもっていい意味でですよ。でね、やっぱりね、いろいろ言われたりするんですよ。そんでだからプロもこの前言った、何でもオーダー聞いてたら、そのね、やっぱりメンタル弱なんですよ。あれ、僕だってこんなお客さんに言われたもんばっかり、その売れるもんばっかり作るためにレザークラフトやりだしたんじゃないって思い出したら、あれおかしい、もうそんなんやったらやらへんみたいな、そんな売れることないし他のことやろうって、それじゃ絶対続かへんので、メンタル弱いとね、あとね、例えば物作ってるじゃないですか、革って高いじゃないですか。一回ね壊れたりしたらね、一回失敗すると修正効かないじゃないですか。ほんならそれ何千円かボツになるじゃないですか。メンタル弱くなりますよね。僕でも今でもワニとかやっぱり高い資材使うときはドキドキしますもん。失敗したくないし、でもねやっぱりね、年に何回か失敗するんですよ。3回ぐらいは失敗します。でも失敗したら、ここねワンポイントにしとこうかな。失敗したらね、そのものと同じのは作らないです。同じのを作ると作業になってしまうんで、
ちょっとでも買えるんですよ。ほんで新しいもの作るっていう風なマインドになるんで、失敗しても気分まだ落ちないんですよ。そういう風にすると結構いいと思いますよ。例えばオーダーもらってて、この前もベルトであったんですよ。ベルトで作ってて途中で失敗したんですよ。でそれ今日取りに来たんですけど、ほんならね、塗り方変えてみるとか、同じ色やねんけど塗り方変えてみるとか、それ3番線でね、塗り方、そのトントントンの数も変えてみたし、幅も変えてみたりとか、そんな風にやると新しいものに変わるんで、心折れないです。はい、これちょっとワンポイントで使ってみるといいと思いますよ。あとね、楽をしようとする人、楽、例えばそうですね、よくね、クラフトマンがうち来て見せてくれるんですよ、こんなん作ってますって。でね、見てるとね、側はね、僕何でもいいと思うんですよ、その人の好みなんで。でも小刃の仕上げやったりステッチングっていうのは勉強すれば何とでもその綺麗になるんですけど、なんかそこをね、そこまで気合い入れてやってないですよね。まあ、気合いもいらんねんけどやってないですよ。それ見ると、あ、この人ちょっと楽してるなって、あ、この人売られへんなって、いつまでだっても副業的になって、まあ、趣味でやってるんかもしれないですけど、趣味でやってるにしてもそれを誰かにあげるって言っても、ぶっちゃけそれあげんのはちょっとどうなんかなと思うんですよね。だって小刃ガタガタやったりするんですよ、糸もガタガタなんですよ。でもその人大事に使ってくれるんですよ。なんかそれってね、不純というか、僕はねと思うんですよね。やっぱりその必要最低限、趣味でも必要最低限やっぱり綺麗になったものをお渡しした方が、その人がだって変わってずっと持つんじゃないですか。その服、その辺のその何やろ、金具じゃないわ、紙のもんやって、そういうものより、デニムやったり布やったり、そんなんよりも変わって10年20年持つじゃないですか。なんかもったいないんですよ本当に。やったら、あげるんや、でもな、やっぱ違うかな。やっぱりそこ、工場の、だってその人はうちに来るんやから僕に聞いてくれてもいいし、今のググればね、できるじゃ、出てくるじゃないですか。そこを楽してるなって思うんですよね。なんならそこを、まだ機械使う方がいいかな。でも最終手でやった方がいいんですよ。僕ね、昔に言われたのがね、ハンドメル、ベルトキャンペーンの時に、そのあるお店行ったら、ベルトキャンペーンやってますよね今って見ました。あれあれなんで、ほんでね、裏に連れて行かれて、こんな機械使えばいいねって言って、このね、小刃を磨く、ベルトコンベアみたいな、持ってたんですよね。でね、はいと思ったんですよね。だってそんな何百本って売れへんねやから、手かけるかけてこの値段で売る方が価値上がるじゃないですか。そこら辺分かってくれてへんなと思って、僕はね、ミシン使うのも使わへんのも、手縫いなんも、小刃の道具を使おうが使わないがも、それは別にね、その人の、こだわりやと思うんですよ。どっちでもいいんですよ。ただ僕は使わへん、僕は使うことをナンセンスだと思ってますっていうのが言いたいんですよね。そうなんですよね。だってそれを使って、そのね、めちゃくちゃオーダーを受けて、そのバーって大量生産するんやったらもう使うしか知らないですよ。ならやっぱり値段を下げるべきやし、売るとこを変えるべきやし、そういうお客さんしか集まらへんと思うし、でもうちに来るお客さんは僕こんだけ手かけてるんで、やっぱり買ってくれるっていうのはあると思ってるんで、それは絶対忘れたくないんで、手はかけるとかかけます。はい、なので楽をしようとする人は、でもね、副業ね、始めるんやったら本業があるんで手かけたらいいと思うんですよ。僕らプロの方はやっぱりそのちょっとずつその作業を効率化するっていうのは分かるんですよ。でもプロがいて、副業がおって趣味、まあ趣味の人は何やろ、自分の自己満でやったらいいと思うんですよ。でプロの人は作業効率も考えなあかんと思うんですよ。副業の人は、月々だから5万10万とかね、本業までいかへん金額を稼ぐのが副業じゃないですか。で行くと、手かけるだけかけてだんだんとこう腕が上がっていって、金額を上げていくっていう意味でも、
手をかけるだけかけた方がいいと思うんですよね。そこから学ぶことってめちゃくちゃあると思うんで、最初からその副業やのに作業効率考えて道具使うっていうのはちょっとやめた方がいいかなと思ってます。厳しいですかねわかんないですけど、やっぱりね、皆さんにこの早く、一日でも早く、副業で、この商売こちら側すんごく面白いですよ。お金儲けはできないですけど、その以上の人にね、このねプレゼントする、人が喜んでもらうのが好きな人にはね、あ、言ってしまった。今度の動画は逆に、今日の逆でレザークラフトに向いてる人、の話しようと思ったんですけど、ね、まず一つは言っときますね。やっぱりこの商売はね、人を喜ばせるのが好きな人がやるべきだと思うんですよ。僕自身はね、めちゃくちゃ好きなんですよ。きっと多分そういう、今日もね、友達と話してたんですけど、それが本当に好きで、人が喜ぶ姿を見たくて、それをどんどん最大値目指すと、やっぱり僕はクラフトマンとして手でがっつり手で作ったものをあげる、作って差し上げるっていうのが僕の使命だと思ってます。次の動画、レザークラフトに向いてる人をやりますね。ほんなら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。